食べたら食べたら一回焼いてどうなんだろう、ね、焼いたらどうなんだろうね、溶けちゃうとか、多分焼いたら溶ける。本日は3回目の脂肪摂取になります。どっちから取るんだけど、だからもう2回やってた、ちょっとお腹の計測がない、どこだっけ、あ、ここか、これが2回の後、ちょっとお腹の計測、で、さすがに3回目は大変、もっとケロイドっぽく硬くなっちゃうから、そこの下か、まあ理想は下、上よりは下だから隠れるもんね、キスどころですね、そりゃ切るから残っちゃいますけど、だからあんまり目立たないようにビキパンツラインズボンでこう隠れたりとか、まあ、あと最近水着だったらハイウエストのやつがあるからそれでも隠れる。でも2回切った割にはそんなに多分ひどくない、1回目とそんなに変わらない傷跡、はい、見える、うん、前のがね、ここ、はい、この辺、この辺、全部上、上、あ、横はだっか、ここの延長にするよ、じゃあ上でいいか、上でここ、うん、ちょい上、ちょい上でもできます、ちょい上でもできる、ちょい上で、ちょい上で、刻み、刻みちょっとなそう、やっぱちょい上で、はい、じゃあちょっとちょい上でいきます、切られる感じが久々に。お、回したい。大丈夫。想像するとよだれが出る。ちっちゃめでいきますよ。すごい切ってる。髪の毛切ってる。すごいいっぱい切ってる。いや、そんな。わあ、すごい引っ張られる。ああ、でも前も言ってたね。チョキチョキはヘアサロンと一緒です。ヘアサロンの前で、あ、4分か、4分です。これ食べたら食べたら一回焼いてどうなんだろう、焼いたらどうなんだろうね、溶けちゃうとか、多分焼いたら溶ける、丸じゃん、炒めたらどうなの、皮付きで炒めたらこれなくなりますよね、多分ね、えこれはなくなりますよね、なんかチュルって溶けそうじゃないですか、美味しそうだてか美味しそうレア、まこちゃん面白いプリプリしてて、レアはい、ちょっとあと5分ぐらい。
うん、くすぐったい。くすぐったい。ということで、3回目の死亡最初でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。